皆さん、こんにちは、ゆきです。はい、本日も、えー、ビットコインのチャート分析、R、えー、トコインのチャート分析やっていきたいと思うんですが、よろしくお願いします。はい、4月の30日です。えー、土曜日ですね、はいえー。まずね、見てもらいたいのは、ビットコインと、ね、ナスダックの相関係数は86で高いわけですね。えー、週末に株式市場がまあ急落して、まあこのような状態になっているっていうね感じですね。決算がね重なってたんで。 はいはい、イーサリアムのドル建ても95、えー、高いですね、うん、はいえー、直近の値、ね、動きはねナスダックが暴落というか急落してるし S&P500 も急落してるってことでね、うん、それに引っ張られて、まあ、落ちてるっていうようなね感じに見られるかなって感じですねはい、はい、そんな中ですね XDC が今日はね プラス1.27%ということでね、見てください。やっと急騰しました。皆さん、おめでとう拍手はい。で、この上、ね、げがなんで起きてるのかっていうと、えー、取引所にリスティングされたらしいですね。こちらですね。はい。アップホールド。ね、ついに登場 XDC は2秒のトランザクション時間ほぼゼロのガス料金および1秒あたりの2000を超えるトランザクションを考慮に入れますアップホールドでアプリをチェックしてくださいすべての地域で利用できるわけではありませんって書いてあるけどねうんやったね XDC は,はいはいということで、えー、アップホールドっていうのかなうん 上場したということでねこういう上場とかってなるとやっぱりね直接価格にね直結するっていうねニュースだねうん他のニュースは何が出てもね XDC は動いてなかったけどさね取引所に上場するとこう直結してくるわけですね皆さんはい、えー、これはねとてもね興味深いですよ皆さんねなぜかというと見てもらってねわかる通りね下の汗だけ100なんです ね、マイナス57になってるでしょ0.57。っていうことはね XDC は「え株式上下がってんのいや俺知らねえよそんなの関係ねえし」って言ってるんです。ね、っていうことはねこれは XDC の変態度が増してるってことですね皆さん,ね、うん。やっと0.06ドルの、ね、このラインつけましたよ。はあね、まあこっからはまたね。 落ちてくるっていうねことも考えられますねこうあのレジスタンスだから、うん、ただねこの安値を割らなければねこう上がってくれる可能性は十分ありますよねみんな上がっていってほしいね、うん、変態度増してほしいよね5点五七だからねおかしいよこいこの人だけね <laughs> はいということで、えー、円建て行きましょうか。 はいこちらがね、ナスダックのチャートと、あとね、えー、1月から3月期ハイテク銘柄の決算予定ということで、ね、28日、アップルがあって、アマゾンがあってね、ね、うん、あとエヌビディアは5月の25日にあるんだけどさ、アップルとねアマゾン、アマゾンがね特にまあ良くなかったと、ねうん。だから、ナスダックがゾーンって落ちました。はい はいこちら S&P500 だけどさねちょっとあの株価の相場感話するとさねこれはねまだ落ちるとね戻ってもね、うん、このラインで落としてくるわけで個別株を、ね、皆さんねあのどこで買うのかとかね考えてる人いるんだったら全然まだね先だからねうん本当に俺の相場感だとねうんでそれはいつ買うのかは俺の動画見てればわかるからね言うからさ ね、今年まだねこれ今落としてるけどまだ大きい暴落ってくるからねうん本当にだからあのー、どっかでね戻った時にまあ個別銘柄をね,持っ,ね持ってる人はね直近持ってる人だよどっからエントリーしてるのかっていうのはさまたそれによっては変わるからさ、ねうん、でもまあ今年ね1年はもう変えないんですよ発揮して。 買ったとしても短期的に買って売るっていうね、うん、そういう感じだね個別銘柄ははいじゃあビットコイン今日はいビットコイン本日500万だねうんこの三角の、ね、中を動いてるねうん、えー、ナスダックが落としたけどさねこれだけ落として今戻る戻ってるね戻ってこの冷やしインセンの加減うんひげを 下に抜けないいいんだったらいいよね、うん、まだちょっと期待できる。うん、で、24時間のね、この冷やしが、もしピンバーで引けるんだったらね、ね、うんえー、日曜、月曜日、ね、上に行く可能性、ちゃんとあるから、うん、ね、上にまだ戻る可能性あるよ、うん本当に。これがピンバーで引けるんだったら、可能性ある、うん。で、YouTube を見るとさ、なんか、クジラがビットコイン、今ね、買い漁ってるって。 うん、どうそういうタイトルの動画上げてる人たちいるよ。うん、ってことはだよクジラが飼ってるってなうんだったらビットコインさねここ割ってこねえだろってねえそう思うでしょだってクジラが飼ってるんだから、うん、いや本当かどうか知らないけどね、うんまあ、動画見てないから詳しくは分かんないけどさ、ね、そういうことらしいよ、ね、だから「えー、日足がピンバーで弾けること弾、うん、けたら」 日曜月曜日はね上上がる可能性十分あります。はい、で結局はねこの三角のラインを、ね、まだあと2週間、うん、ね1週2週ねここまでいけばここら辺までいけば半分より上にいるか,のか下にいるかで上に抜けるか下に抜けるかがまあなんとなくわかるかもしれないね。 はいということでビットコイン以上です。はい、イーサリアも本日36万。はい、36万で、えー、ピンバー作ってますね、今ね。うん、ナスタックが落として、まあ、落として、インセンつけて、引けて、ヒゲが少し残したと。ねうん、これよりも、ね、下で、あのー、冷やしが終わらなければ、うん、ビットコインと同じように、ね、上、短期的に上、い、うん、ける可能性ある。まあ、言ってもここまでだけどね、一応ね、うん。まだ、ね、あのー、2週間ぐらいは。 ね、あのかかると思うねはいということで次に行きましょうはいこちらねステラルーメンね、うん、本日は、えー、23円だね22円のラインわらなんで頑張ってるよみんなねステラは、うん、あのね視聴者の方でねコメントくれてる方はね18円とか17円までいくんじゃないのってねいうコメントもあるねうん確かにね行きそうだねうん はい、だけど、ねまあ、このラインを、ね、出るまでに、ね、どこでもいいよ、みんな、ね。ちょこちょこと拾おうねっていうね、話だから、ねうん、もうちょっと待ってもいいしさ、ね、あと1週間、うん、2週間ぐらい待って、ね、土壇場終わりの方でさあの、拾ったっていいし、ね。はい、ということでさステラルーメン頑張ってくれよ。ね、うん、期待してるんだよ、俺はこいつに。<laughs> ね、 うん、時期が来れば鬼のような、ね、上昇あると思うからね、俺の動画、今までずっと見てくれてる人はね、そう思ってるでしょね。はい、じゃあ XRP5。Ripple could be the next bitcoin!What do you think, Brad? Is that a compliment that Ripple could be the next bitcoin?Well, I think if we're solving a real problem and it's at scale,、uh, then I think it's a compliment.I think the most important thing that is going はい、この動画はですね、まあ、リップルの、ね、社長があの、俺がね、動画あげたじゃない、あのー、ステラとマネーグラムの速報の動画あげたでしょ、あの中で、あのフランスの方で、パリの方でさ、やっているビットコインの、まあ、イベント、うん、にリップル出てたじゃん。で、その後にあのに、社長がなんかで、ね、マスコミの、あのー、取材で話した内容だと思うんですよ。 うん、これのちょっと動画がねちょっと忘れちゃったんだけどこのブルームバーンかどこか忘れたんだけどね取材があったんです、うん、で、えー、リップルの社長が大変うまくいってるという風になんかあの言ってるのを読んだね記事で、うん、ちょっとこの動画と合ってるのかは分かんないんだけどうんねはいということで今裁判はねどうなってるのかっていうと俺が今まで動画の中で少しねあの話してきてた、えー、続報だと今ね えー、和解に動いてるって話でその和解がもしかしたら、ね、7月とかに、うん、なるんじゃないのかっていうような話とか、うん、今年いっぱい12月まで期限があるから、まあ、その中では終わるんじゃないかとかそういう話があるねなぜ和解するのかっていうのはね皆さん結局 SEC っていうのは、ね、皆さん動画であのいろんなさ、ね、メディア読んでる方は分かってると思うけど SEC の主張って っていうのはねねぐぐなんですよ、ねうん、だから何がやりたいのかっていうと引き伸ばしをしをたいと、ね、とにかくこの裁判の日程を長く長く裁判をやりたいっていう目標があるわけですでだからリップルはねあの内容的にはね勝ってるっていうふうに見てる人は多いんだけどさ、ねうん、結末としては、ね、それを求めている限り終わらないんです。ね うん、だから和解に動くっていう方向に今向かってるらしいよって話ですはい、はい、XRP ね、えー、本日81円、うん、このライン割ってきたねほら割ってきて今上がれずにいるとねけどビットコインやイサリアムがいったようになるんだったらまた回帰する可能性はあるよ、ね、回帰してからまた落ちるっていううんだからまあ ここね、新しく追加したからね、そうすると3週間っていうねあの、期限にね、大体やってくるからさ、ここだと遠いよねって話でさ、ね、直近のライン、ここ。うん。だからここの中でね、いつでもいいからね、皆さん、ちょこちょこっと購入すればいいかなって思います。で、クジラが買ってるんでね、このラインは割らないと。ね、クジラが買ってるなら大丈夫だ。はい、あ、だから、まあ、今の価格でも十分安いっていう話です。はい。 ととといいいうこここでで、ね、で今日の動画はここままにしたた思いますす面白かったですかっ中国のね動画、うん、短いやつね上げているから皆さんね是非見てみてくださいあの概要欄には貼らないけどねうんすごいことになってるから、ね、日本で生活してる感覚で考えるとさマジかと、うん、本んかよって思うような、ね、内容でしょね中国のねあの状況荒れてる状況はねグレートリセットの過程だよこれはね皆さん 分分かかっっててるる人は分かってると思うけど、ね、で今フランスでもさ、ね、マカロンがまた再選して、ね、それに納得いかねって言ってあの市民が怒ってる、うん、運動が起きてるでそれがなぜかっていうと、ね、また例のシステムアメリカと同じようなの使ったんじゃねえのかっていうことでさ、ね、そんなのが、ね、ちらほらと見られるねフランスも。ねでね この1日2日の間にまたロシアがキーフにね、ズドンってミサイル撃ったらしいよ。うんね、本当にさ、世の中がさ、すごいことになってるね、今。ねうんはい、ということで、ぜひ動画見てみてください。ね、じゃあ、またね。